皆さんこんにちは。ワンチョコフォーワンスマイルラーニングジャーニーへようこそ。ラーニングジャーニーとは文字通り旅を通して学ぶことです。森永製菓で別々に仕事をする3人が一緒にカカオ生産国ガーナを訪問しました。短い時間ですが、この動画を通してカカオを生産する地域の今の情報を皆さんにお伝えしたいと思います。森永製菓は2008年からワンチョコフォーワンスマイルという取り組みを行ってきました。この取り組みはカカオの国の子どもたちの教育環境の改善や児童労働問題への取り組みを商品の売り上げの一部を使って支援する活動です。年間を通して行う寄付に加えて、特別期間では対象となる森永製菓の商品1個につき1円を寄付するキャンペーンを実施しています。今回私たちの支援先でありカカオの生産国の一つであるガーナに皆さんをご案内したいと思います。ガーナは西アフリカに位置する人口約3280万人の国家です。日本の本州くらいの面積で全土が熱帯気候、特に南西部は雨に恵まれ熱帯雨林が広がっているため、たくさんのカカオが栽培されています。ガーナはカカオの生産量では世界第2位、そして日本のカカオ輸入先として第1位です。このようにカカオで有名なガーナの様子を皆さんにも知ってもらうべく、3人のガイドにガーナを案内してもらいます。第1部ガーナのカカオ産業を知るをご案内するのは、長年ビスケットやチョコレートの研究開発を担当してきたチョコレートソムリエの小野隆です。続いて第2部ガーナの子どもたちの笑顔に触れるは、マーケターとしてワンチョコフォーワンスマイルを担当する植竹舞子がご案内します。そして第3部ガーナの人々と共に未来を考えるをご案内するのは、広報担当としてワンチョコフォーワンスマイルの情報発信を担う渡辺啓太です。まずはチョコレートソムリエの小野と一緒にガーナのカカオ産業について学んでいきましょう。こんにちは、森永製菓研究員の小野です。第1部ガーナのカカオ産業を知るでは、カカオ農園を訪れてチョコレートができるまでの工程をたどっていきたいと思います。私たちが普段食べているチョコレートはカカオという植物の実から作られています。カカオはガーナなど熱帯や亜熱帯雨林の地域で育ちます。赤道を挟んで南緯20度から北緯20度のあたりはカカオベルトとも呼ばれています。このカカオ、枝や幹に直接実がなります。この実を一つ割ってみると、パルプと呼ばれる白い果肉に覆われた種が30から40粒ぐらい入っています。この種がチョコレートの原料となるカカオ豆なんです。収穫したカカオ豆を美味しいチョコレートに変えるためには、次に発酵と乾燥という工程が必要です。白いパルプごと取り出されたカカオ豆をバナナの葉っぱなどで覆い、約1週間かけて発酵させます。この過程でカカオ豆の中の化学反応が起き、チョコレートの香りの元になる成分が醸し出されます。カカオ豆は発酵が終わった後も水分が多くベタついているので、天日乾燥などで水分を 8% 以下まで減らします。水分を均一に抜くために手や道具を使い、たまに攪拌します。このように発酵し乾燥させることでカカオ豆は茶色に変わり、保存の効くチョコレートの原料となります。このようにカカオ農家と生産者の皆さんの丁寧な作業のおかげで、遠く離れた日本で私たちは美味しいチョコレートを食べることができています。ワンチョコフォーワンスマイルの支援地域のカカオ豆を使用したクッキーを農家の方に感謝の気持ちを込めてプレゼントしました。農家の皆さんはクッキーを真剣に味わい、とても美味しい、あなた方がここに来てくれて嬉しいと言ってくれました。
その後、支援地域で長年カカオ農家を続けているオセイさんにお話を伺いました。重労働のため腰や膝が痛くても収入を得るために休めない現状を目の当たりにしました。カカオの栽培作業は手作業が多く、重労働で危険であることについても話してくれました。またカカオの木の病気や害虫の被害、肥料不足により収穫量が減少し、それが収入減少につながります。減った収入を補うため子どもたちが働くことになってしまいます。その結果、学校に行く機会が減ってしまい、学力水準の低下につながります。児童労働は子どもたちに深刻な影響を残すのです。このような子どもたちが笑顔で学校に通える環境を作るため、森永製菓はワンチョコフォーワンスマイルプロジェクトを行っているのです。農薬や肥料に頼らないカカオの栽培方法や病気に強い品種の開発は進められているものの、カカオ農園で働いている人々の貧困や労働力不足の課題を感じました。将来的にカカオ生産を継続するためには、カカオ農家により多くの利益を還元できる仕組み作りをすることや、スマート化などで効率と生産性の高い農業にしていく必要があると感じました。カカオを作っている人の笑顔があってこそ、チョコレートを食べる人の笑顔につながると思います。私たち一人一人に何ができるのかを考え、実行に移すことが必要だと強く感じました。こんにちは、森永製菓マーケティング部の植竹です。第2部、ガーナの子どもたちの笑顔に触れるでは、実際にガーナの教育現場を見たり、学校に通う子どもたちと触れ合っていこうと思います。訪れたのはワンチョコフォーワンスマイルの支援地域にある学校です。生徒数は約200人で、幼稚園生、小学生、中学生が勉強しています。平屋の校舎の裏にはカカオ農園が広がり、すぐ隣には住居が並んでいます。子どもたちは制服姿で、黄色の制服がとっても似合っています。まずは教室を覗いてみましょう。今は小学2年生のクラスで算数の授業が行われています。子どもたちはみんな熱心に楽しそうに勉強していて、手を挙げて発表した後には拍手を送り合っていましたよ。またプロジェクトで寄贈した通学リュックを大事に使ってくれていました。ワンチョコフォーワンスマイルでは給食提供の支援も行っており、それが子どもたちの出席率向上につながっています。給食は調理を担当する住民の家の庭先で直火の大きな釜で調理されています。今日のメニューは炊き込みご飯です。みんな目いっぱい盛り付けてもらって、右手の指を使って美味しそうに食べていますね。その後、交流会で ABC の歌を一緒に歌いました。ガーナの公用語なので、みんなも英語を勉強しています。他にも子どもたちが支援地域での取り組みを紹介する劇を披露してくれました。子どもたち自身が児童労働をしている家庭の家族や先生の役を演じ、プロジェクトが児童労働をやめるきっかけとなり、出席率向上につながったことを紹介してくれました。先生方だけでなく、子どもたちもプロジェクトの全体像や実施後の変化を深く理解していることに感動しました。私たちからも紙芝居などで日本文化やワンチョコフォーワンスマイルについて紹介しました。カカオ生産国の皆さんがカカオ豆を生産してくれるおかげで、美味しいチョコレートを作り、食べることができることへの感謝の気持ちを伝え、15周年プロジェクトで日本の消費者の皆様から子どもたちへといただいたメッセージも伝えました。また暑いガーナでも溶けないベイクドチョコを送りました。ほぼ全員がカカオ農家の子どもにもかかわらず、ほとんどの子どもたちにとってこれがチョコレートを食べる初めての機会になりました。スペシャルチョコレートだと言って喜んで食べてくれましたよ。子どもたちの学習状況や課題について
訪問した2つの学校の校長先生や先生たちに話を聞いたところ、プロジェクトの前後で学校に通う子どもが1つ目の学校は100人から約200人に、2つ目の学校は60人から180人ほどにまで増えたといいます。また給食提供が可能になったことも大きな成果です。プロジェクト終了後も給食が継続できるような仕組み作りを行っています。しかし給食の維持だけではなく、不完全な校舎や教員不足、学用品不足は依然として課題です。それでもプロジェクトの影響で教育の重要性を大人たちが理解し、チャイルドレイバーアウェイ、児童労働をなくそうを標語に、その意識が地域全体に広がったとのことです。カカオ農園での児童労働の当事者でもある2人の子どもとその保護者にも話を聞きました。メンサー君は児童労働をしているとして子ども保護委員会から確認対象となっているカカオ農家の子どもです。父親は昔北部から移民としてこの地に来て契約農家になりました。メンサー君は以前は小学3年生で一度学校を辞めていましたが、プロジェクトの影響で父親が教育の重要性を理解し、今では5年生のクラスに通えるようになりました。ただ現在でもカカオポットの収穫やナタを使った怪我をする危険のある草刈りなどを行うこともあるようです。先ほど学校で食べたベイクドチョコはメンサー君にとって生まれて初めて食べたチョコでした。ホースちゃんは第一部で話を伺ったカカオ農家のオセイさんの孫で、祖父母と暮らす5人兄弟の長女です。以前は朝から薪集めや草刈りをしていましたが、プロジェクトのおかげで祖父母が教育の重要性を理解し、平日は学校に通えるようになりました。現在も平日午後や休日にはカカオポットの収穫、兄弟たちの世話、家事などを行っています。カカオの収穫は頭にバスケットを乗せて運ぶのが重くて足が痛いと話しましたが、祖父母の仕事を手伝うのは自分の教育にも必要な収入のためだと理解しています。学校に通えるようになったからといって課題がすべて解決されるわけではないということを再認識しました。私はガーナで子どもたちに会えたら、子どもたちの将来の夢をぜひ聞きたいと思っていたので、最後に質問しました。メンサー君は警察官になりたい、カカオ農家にはなりたくないと言い、メンサー君の父親は、カカオ農園は息子には継いでほしくない、もっと輝かしい仕事についてほしいと話しました。オースちゃんは、裁判官になりたい、なぜならプロフェッショナルな仕事だからと答えてくれました。児童労働しているお子さんにも話を聞いたんですけど、まあ、彼は将来警察官になりたいと言っていて、でお父さんもカカオ農家は本当に大変なので、カカオ農家になってほしくない、もっと輝かしい未来を生きてほしいって言っていて、それがすごい印象的でした。私たちを笑顔にしてくれるチョコレートが、カカオの国の子どもたちの将来を奪うものにはなってはいけないと強く実感しました。支援活動の結果について現地の方たちから感謝の声を聞くことができ、ワンチョコフォーワンスマイルを15年間続けてこれたことを誇りに思います。一方で児童労働の当事者である子供たちの生の声は胸に突き刺さりました。私は裁判官になりたい、なぜならプロフェッショナルな仕事だから。自分の娘と同い年のオースちゃんの言葉と少し悲しそうな笑顔がこの旅の中で一番記憶に残りました。カカオ産業、児童労働の背景と現状を学び、私たちはチョコレート事業を行っている企業として、カカオ産業と子供たちの笑顔を持続的なものにしていくため考え行動していくことは責務だと感じました。こんにちは、森永製菓広報担当の渡辺です。第3部ガーナの人々と共に未来を考えるでは、ガーナの未来を担う人々の話を聞いて、ご覧いただいている皆さんと
ガーナの未来について考えていきたいと思います。まずは住民ボランティアとして活動する皆さんに、ワンチョコフォーワンスマイルの活動を通して支援地域にどのような変化があったのか話を聞いてみました。支援地域の村では子ども保護委員会というグループが作られます。メンバーは村の集会で選出された住民ボランティアの皆さんで、児童労働をなくすため見守り活動などをしています。メンバーの一人は、プロジェクト前は児童労働に対してどのように対応したらいいか分からなかったけど、プロジェクトを通じてその対応方法が分かった、だから頑張れるんだと語ってくれました。また別の支援地域で活動するメンバーは、プロジェクトの活動を通じて村の大人たちの意識が変わり、児童労働をさせてはいけないと考えるようになった、今では子供を働かせている家庭を見かけたら、児童労働はダメなことを知らないの?と声を掛け合えるようになったと話をしてくれました。続けて、想像してみてください。畑仕事をしていた子供たちが学校に通えるようになったその先の彼らの将来を、私たちは子供たちの将来を変えるために行動しないといけない、子供たちが学校に通えるように努力していきますと熱く語りました。このような話を聞き、ワンチョコフォーワンスマイルの活動は学用品を提供するだけでなく、支援地域の大人たちの意識も変えること、そして現地の方たちによって支えられていることを強く実感しました。一方でプロジェクト終了後、カカオの収穫量が減って、カカオ農家の収入が減少し、学校給食の提供ができなくなったという問題についても教えてくれました。現地の方々自らの努力で児童労働に頼らない生活を継続することの難しさを再認識しました。その後、私たちは農家のためのカカオの購入価格の決定を含む、ガーナのカカオセクターを規制する権限を持つ政府機関であるココボードと、ココボードの子会社であるカカオマーケティング公社とも対話しました。カカオマーケティング公社は、農家から買い取ったカカオ豆を受け取り倉庫に保管し、ココボードに代わって豆を販売し出荷まで行います。ココボードはカカオマネジメントシステムの構築を進めており、80万人ほどのカカオ農家と約130万ヘクタールのカカオ農地を管理するためのデータベースを2024年10月までに完成する予定です。このデータベースはガーナのカカオ豆が農園から港まで追跡可能であることを保証し、森林破壊や児童労働のリスクに関する情報も記録します。私たちからはココボードに対して、ワンチョコフォーワンスマイルの支援地域で見てきた子どもたちの現状やカカオ農家が抱える課題について伝えました。なんか想像以上に IT を使ってされてるのか、カカオ農家が抱える課題とか、カカオが抱える課題に対して向き合ってるんだなっていうふうに思いました。やっぱり仕組みで解決するっていうことは絶対必要不可欠だと思っていて、それが、まあ、今回その児童労働、あと森林破壊、みたいなところがあったんですけれども、またそれが EU の、求めていることに対しての、まあ、対応みたいな話をしていたんですが、それはそれでチョコレートを売るアメリカとして嬉しいことなんですけれども、それが、まあ、我々の、まあ、購入先だけを向いていることじゃなくて、実際に訪問した農家の方とか子どもたちが、まあ大変な暮らしをしているということが分かっているので、その仕組みを使って彼らにちゃんと還元されるような、彼らの生活がより良くなるような仕組みに、仕組みとして使ってもらえるといいなというふうに思いました。森永製菓がガーナのカカオ産業に貢献できることを考えるため、日本の政府関係機関である国際協力機構 JICA とも意見交換を行いました。日本政府は JICA を通じてガーナ政府とともに、児童労働フリーゾーンと呼ばれる児童労働の予防と解決が進む地域を構築する国の制度づくりを支援しています。これは SDGs8-7 の達成に貢献するもので、子どもたちが安全に成長できる環境を整えるための取り組みです。実は児童労働フリーゾーンのガイドラインの策定支援は、ワンチョコフォーワンスマイルの支援活動のパートナーであるエースが
2018年からガーナ政府と連携して始めた取り組みなんです。ワンチョコフォーワンスマイルの支援地域での取り組みが児童労働フリーゾーンという国の制度設計につながっています。10年を超えるワンチョコフォーワンスマイルを通じたガーナ支援がガーナ政府や JICA などの援助機関も取り組むガーナの児童労働廃止に向けた大きな取り組みの一翼を担っていることに感動しました。それとともに活動を継続してきたことの意味を改めて実感しました。そして私たちはガーナの歴史を学ぶためケープコーストを訪問しました。ガーナには奴隷貿易が行われていたという重い歴史があります。海に面した町のケープコーストは当時の奴隷貿易拠点の一つです。この地から多くの人々が奴隷として輸出されていたのです。奴隷貿易が行われていたという歴史はガーナの支配構造に影響を与えました。その影響は今も続き、カカオ産業にも様々な形で課題として残っています。ワンチョコフォーワンスマイルは子どもたちだけでなく親や教師、地域の大人たちの児童労働に対する意識や行動を変えていることを強く実感しました。10年以上の支援の結果、エースとガーナ政府の連携によりガーナ全体の児童労働撤廃に向けた取り組みへと広がっています。課題はまだ多く残っていますが、ワンチョコフォーワンスマイルが私たちの活動からガーナ全体のワンチョコフォーオールスマイルへつながっているのだと気づくことができました。ラーニングジャーニーインガーナはいかがでしたでしょうか。ガーナのカカオ農園や教育現場を知り、子どもたちの笑顔に触れ、カカオ産業や児童労働の課題を解決するために私たちは何ができるのか、一緒に考えるきっかけになれば嬉しいです。森永製菓はチョコレートを食べる人もカカオの国で学ぶ子どもたちもみんなの笑顔を未来につなぎたいという思いのもと、カカオ生産地への支援が必要なくなる日を目指し、ワンチョコフォーワンスマイルの取り組みを続けていきます。